痛い。痛い。どうしたの？お腹が、とにかく痛いんだ。異常な痛がり方だぞ。すぐ病院に行こう。コン。あ、ででででででで。ミステリー案内人です。トレンド、すぐ病院だ。昨日から原因不明の体調不良で、皆さんもお気をつけて。今日はそんな謎の症状についてのお話です。それではどうぞ。案内人さん。これはまた奇妙な。僕の名前はモリー、高校生だ。今は夜。救急で病院にかかり、いろんな検査を終えたところ、検査結果を聞くためにお医者さんに呼ばれたんだけど、すごく困った顔をされてしまった。奇妙って何がですか？この子の体、何かおかしなところがあったんですか？非常に言いにくいのですが、モリーさんのお腹には妙な影が見えます。影だって？それは、腫瘍とか？違います。単刀直入に言いますと、虫、それもミミズのようなものですね。ほら、先生はそう言って僕の体内を写した写真を見せてきた。確かに胃の部分にミミズのような影がある。何これ？寄生虫？寄生虫にしては大きいんですよ。モリーさん、何か身に覚えは？ありません。経過観察するしかないかもしれません。まだお腹は痛い？すごく。顔色も悪いし、血圧もかなり低かった。もしご希望なら今夜は入院措置を取りますが、どうします？家に帰って悪化したら大変ですし、ぜひよろしくお願いします。わかりました。また明日さらに詳しい検査をしてもらいましょう。こうして僕はその日入院することになった。それにしても、胃の中にミミズって、いや、まさかありえないよ。そんなのレントゲンに映るわけないじゃないか。だって僕は。モリー、どうした？なんでもない。迷惑かけてごめん。そんなこと思わなくていいの。今日はゆっくりしてね。翌日。ぐあ、痛い。うわー、モリーさん、しっかり。次の日の朝、僕はこれまでに経験したこともないお腹の痛みで悶絶していた。家に帰っていなくてよかったと心から思ったよ。すぐに対応してもらえなかったら、痛みでどうにかなっていたかもしれない。鎮痛剤を処方されたり、詳しい検査をしたり、一日中バタバタしていた。また両親が呼び出され、結果を聞くことに。先生、やっぱり寄生虫のようなものが悪さをしていたんですか？それが、胃の中の影が見当たらなくなっていまして。え？消化されたと考えるのも奇妙なところではありますが、そもそもあの影の正体も不明のままです。とにかく、今回のモリーさんの不調には関係なかったのかもしれません。だったら、モリーの体に何が起きているんです？まだはっきりとしたことはわかりません。しかし、あの痛がりようは異常だ。引き続き入院して様子を見ましょう。すぐに突き止められず申し訳ない。少しでも苦しみが減るように尽力します。本当にごめん。お前が謝ることなんて何もないぞ。病名がつかない、原因がわからないということは想像以上によくあることらしい。焦らずに症状と向き合っていこう。そうよ。お母さんたちがついてるからね。先生たちも親切にしてくださるし。そうは言ったものの、結局数日間何もわからなかった。それどころか、僕の不調はあまりにも急激に悪化していく一方だったんだ。先生、モリーは本当に大丈夫なんですか？母がそう詰め寄るのも仕方がなかったのかもしれない。なんせ僕は、右目が緑っぽく濁り、幻覚を見るようになっていた。しかも、なぜかいきなり2型糖尿病を発症し、なおかつ尿が青色に染まるようにもなったんだ。不思議なことに、お腹や胸、頭ら辺の激痛は起きなくなったけど、
こちらでも把握しきれていません。薬の影響で青い尿が出ることはありえますが、モリーさんにはそのような薬は処方していない。当院はこの辺りでは一番大きく、検査のための設備も充実しています。それらをもってしても、モリーさんの身に何が起きているのかわからないんです。強いて言うならば、心臓や腎臓、眼球にちょっとした数値の異常は見られましたが、それらがこのような症状を発症する原因になっているとも言い切れない。じゃあ、モリーはこのまま入院していてもどうにもならないんですか？残念ながら、今のところは。こちらも全力で治療法を探っている状況です。三人の大人が僕のために表情を濁らせて真剣に話し合っている。そんな状況は耐えられなかった。僕。よう、モリー。あれ、俺邪魔でした？ジュン君。モリーの知り合い？うん。クラスメイトだよ。すみません、急に来ちゃって。モリーが何日も学校を休むもんだから、心配で他人の先生に理由を聞いたんですよ。そしたら入院してるって言うから、お見舞いに。まあ、そうだったの。わざわざありがとう。モリー、連絡も返してくれないなんてよっぽど辛かったんだな。早く学校来いよ。みんな待ってるぞ。先生、モリーはいつ退院できるの？なんとも言えません。先生方が尽力してくださっているのは重々承知しています。ですが、これ以上学校を休ませていいものか不安でもあるんです。治療や検査は継続しつつ、家に帰ることは可能ですか？モリーさんが問題ないなら、こちらとしては構いませんよ。モリー、一旦家に帰らない？お友達も心配しているみたいだから、調子のいい時に学校に行ってみてもいいと思うの。そうだよ。また学校で楽しく過ごそうぜ。僕はすごく悩んだ。もちろん家に帰りたいとはずっと思っていたから。でもこの状況で帰っていいのかとか、学校に行けるのかとか不安もいっぱいある。僕は。モーリー、頼むよ。学校に来てくれ。お前がいないと寂しいしつまんないんだ。な？わかった。僕、退院します。やったー！数日後。それじゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。何かあったらすぐに担任の先生か保健室の先生に言うのよ。体の事情のことは話してあるからな。うん、ありがとう。退院して数日後、僕は久しぶりに学校に行くことになった。緊張もするけど、僕ならやれる。うん。きっと大丈夫だ。その時だった。こんな朝から誰かしら。母さんが玄関を開けると、そこにいたのはジュン君だった。まあ、ジュン君。へへ、来ちゃいました。モリーから今日登校するって連絡もらってたから。一緒に登校しようぜ。わざわざ迎えに来てくれるなんて、ありがとう。モリー、こんな友達がいてよかったな。そんな、照れますって。それじゃ、行こうか、モリー。そうだね。これで一安心ね。ああ。それじゃあ、俺たちも行くとしようか。あの探偵さんのところへ。なるほど。息子さんが奇病を。そうなんです。検査しても未だに何もわからず。そこで妻と話し合って、外部の人間を頼ってみることにしたんです。調べていくうちに、ビターさん、あなたが凄腕の探偵だと知りました。ぜひ病気の原因とその治療法を突き止めてくれないかと。高額報酬。心得ております。僕たちはモリーのためなら金は惜しみません。息子思い。実は私たち、これまで仕事ばかりで、モリーにたくさん我慢させてきたんです。いい親とはとても言えなかった。だからせめて、あの子が本当に苦しい時に全力で支えられるようになろうと誓ったんです。ビターさん、どうかよろしくお願いいたします。合点承知、早速調査に取り掛かるよ。それで、まずは僕の様子を見に来たんですね。その通り。両親は僕のためにビターさんという探偵を雇ったようだった。病気の原因究明のために探偵を頼るって、あまりにも畑違いな気もするけど。
まさに、藁をもつかむ思いで依頼したのかと思うと、目頭が熱くなった。眼帯、イケてる。ああ、これですか。ありがとうございます。右目が緑っぽく濁っているのを見られるのが嫌で、隠しているんですよ。幻覚を見ると聞いた。そうなんです。チカチカしたり、視界の端にうごめく何かが見えたり、軽度なものですけど。お医者さんもそこまで心配しなくていいと言ってくれました。糖尿病や青い尿は？糖尿病は今のところ症状の進行もゆっくりで大きな影響もないです。今後ひどくなるみたいですけどね。青い尿はもう見慣れましたけど、冷静になると気持ち悪いです。なるほど。最後に大事な質問。何ですか？最初に病院でレントゲンを取った時、体内にミミズのようなものが確認されたと聞いた。本当に見覚えはないの？どうしてそんなこと聞くんですか？僕はこの情報が何より重要だと考えているから。ビターさんはまっすぐ僕の目を見つめてくる。それがとても怖くてドキドキした。ミミズなんて知りません。なんであんなものが胃の中にあると言われたのかもわかりません。そっか、わかった。今日学校はどうだった？別にいつも通りでした。特に話すようなこともありませんでしたよ。ジュン。え？君と仲のいい友人の名前でしょ？両親から聞いた。ああ、クラスメイトです。今日も一緒に学校に行きました。それが何か？いや、もう十分。またね。ビターさんはそう言って僕の部屋から出て行った。なんだかどっと疲れた気がした。優秀な探偵ってことだったけど、きっと何もわからないよ。何も。翌日、潜入捜査開始。なるほど、謎はすべて解けた。放課後。はぁ、あ、モリー。ビーターさん。突然声をかけられたと思ったら、そこにいたのはなぜか僕の学校の制服を着たビターさんだった。その格好どうしたんですか？捜査のための衣装。まさかうちの学校に潜入してたんですか？うん、聞き込みのために。そこまでするなんて。そこまでしたからこそ全部わかったんだよ。全部って？本来なら依頼人である君の両親にまず伝えるべきなんだろうけど、僕は君の考えを尊重したい。だからこうしてきた。少し話せるね？あ、はい。また僕の部屋ですみません。本当はカフェとかがいいんでしょうけど、疲れてしまうので。問題なし。誰にも聞かれないから、むしろ好都合。ビターさんは何を突き止めたんですか？簡潔に言うと、君の病気の原因。え？予想外だった。てっきり学校のことを言われると思っていたのに。病気の原因を突き止めるなんて正直無理だと思ってた。原因って？ SCP-839 だよ。SCP-839。 SCP っていうのはとても不思議な存在。未だによく分かっていない部分も多いけど、君は間違いなく SCP-839 の影響を受けている。ビターさんは僕にも分かりやすいように説明してくれた。 SCP-839、 それは砂糖や香料、色素で構成されたミミズのような生き物。温暖な地域に住んでいて腐敗している途中の物質。例えば死体とかを分解して栄養にしているらしい。何らかの原因で SCP-839 が哺乳類に摂取されると、胃を食い破って特定の臓器に向かう。どの臓器に行くかは SCP-839 の色、味によって違うみたいだ。赤色でチェリー味の SCP-839 だと心臓へ、青色でブルーラズベリー味だと腎臓へ、緑色で青リンゴ味だと目と向かう。そして特定の臓器にたどり着いた SCP-839 はその臓器に適合するため
携帯と化学組織を変化させる。でもどうしても完全な臓器として成り変わることはできず、体に影響を与えてしまうんだ。 SCP-839 が心臓に成り変わると血糖の増加や2型糖尿病を引き起こし、肝臓だと尿を青くする、目だと眼球を緑に染め軽い幻覚を見せる。僕の症状ばかりだ。 SCP-839 が体内に入ると短い時間でそんな影響が出始める。つまりモリー、君は発症する直前に SCP-839 を摂取したことになるんだよ。レントゲンに映ったミミズの影というのがまさに SCP-839 だろうから。ああ、 SCP-839 を食べたんだね。はい。どうして話さなかった？わけがわからないものを食べたなんて知られたくなかったから。恥ずかしいじゃないですか。いや、 SCP-839、 その時は知らなかったんですが、変なミミズみたいなのが道でうにょうにょしているのを見つけたんです。よく見るとそれはグミみたいで、面白いと思って好奇心で食べちゃったんです。確かに動いていたのに味はグミそのものでした。で、その日の夜に腹痛が起きて。嘘は良くない。あ、僕は君の学校で聞き込みをした。君がどんな風に過ごしているのかも分かったんだよ。どういうことですか？モリー、君はいじめられているね。仲いいふりをしていた純のグループに。あ、ああ、頭の中に嫌な記憶が蘇ってくる。僕はあの日、純くんたちに押さえつけられて、その辺で捕まえたという変なミミズのようなものを。やめて、そんなの食べたくない、嫌だ。落ち着いて、ここには僕しかいない。ああ、やっぱり純たちに無理やり食べさせられたのか。ここまでバレているのならごまかすことはもうできない。その通りです。僕は学校でいじめられています。何度か話そうとしたんです。でも忙しい両親に迷惑をかけたくなかった。僕さえ我慢すればいいと思っていたんだ。でも君は SCP-839 を食べさせられた。度を超えているよ。入院までする羽目になったのに。変なものを純くんに食べさせられたと正直に言おうとしたタイミングで純くんが病室に現れたんです。何も言うなと釘を刺しに来たんですよ。僕はそれが怖くて結局言えなかった。お医者さんたちにまで迷惑をかけることになって、僕はいつも周りを面倒なことに巻き込んでしまう。それは違う。ピーターさん。モリー、君はとっても優しい子だ。周りを気遣って自分さえ我慢すればいいと思って生きてきた。ジュンたちはそこにつけ込んだんだよ。絶対に許されることじゃない。でも SCP なんて言っても誰も信じてくれないだろうし、結局ジュン君たちには言い逃れされて終わりです。言語道断、完全懲悪。ビターさんはそう言って僕の肩に手を置いた。僕がどういうことか聞いてもビターさんは何も教えてくれなかった。数日後。なんなんだよ。おい、ここどこだよ。内緒。お前が俺たちをさらったのか。どうでもいい。うわー、やめてくれー。幻覚装置。今ジュンたちは SCP-839 の大群に襲われる幻覚を見ている。気を突き破られ臓器が SCP-839 と入れ替わっていく。まさに拷問。モリーがどれほど苦しんだか思い知るといい。おはよう。その日僕が学校に行くと、いつもしつこいくらい絡んでくる純くんたちのグループが一切近寄ってこなかった。休みなのかと思ったけど、教室にはちゃんといる。なんだか怯えているようにも見えるけど。モリー。え？悪かったよ。俺たちお前にあんなわけわかんねえもん食べさせた罰が当たったんだ。大群に襲われて。
もうお前にひどいことなんてしない。だから許して。何の話かわからなかったけど、ジュン君たちのグループは必死に謝罪してきた。その日からいじめはパッタリとなくなった。僕にとって快適な学校生活が戻ってきたんだ。何より両親に嘘をつかなくてよくなったのが嬉しい。未だに SCP-839 の影響は体に残っているけれど、これくらいなんてことないよ。モリー、今日ビターさんが来てくれるって。え、どうして？ほら、ビターさんがあなたの病気は妙な寄生虫によるものって突き止めてくれたじゃない。そういえば両親には SCP-839 とは言わず、新種の寄生虫のせいってことにしたんだっけ。病院に行ってもどうしようもないと結論付けたはずだけど。何か効く薬でも見つけてくれたのかな。そんな、まさか。 SCP に効く薬なんてこの世に存在するわけないんだから。僕が来た。ビターさん。モリー、これ目薬と飲み薬。これで新種の寄生虫の働きを抑えることができる。試してみて。本当ですか？僕はすぐにそれらを使ってみた。すると不思議なことに右目は白さを取り戻し、幻覚は消え、体のだるさもスーッとなくなった。もしかして尿も青くない？ビターさん、これどこで手に入れたんですか？とある筋から。それ以上は言えない。でもよかったね。ビターさんには SCP-839 に寄生されると一生 SCP-839 と付き合っていくしかないと聞かされていた。 SCP-839 の寿命は約3年で、2年くらい経ったら新しい個体と交換する必要があるはずだったんだ。それがもう悩まされなくてよくなったなんて。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。この薬の代金はいくらですか？本当になんとお礼を言っていいのやら。代金は僕への依頼料の中に含まれていたからもういらないよ。家族3人健康で仲良く暮らしてくれたらそれだけでいい。探偵が病気の原因究明なんて畑違いすぎると思っていた過去の自分を殴ってやりたい。ビターさんがいたからこそ僕の全てがいい方向に向かっていったんだ。これにて一件落着。一時はどうなるかと思ったわよ。元気そうでよかった。まさか私が食あたりを起こすだなんて。まだまだ修行が足りませんね。いい機会だからゆっくり休みましょう。ほら、ボードゲーム持ってきたから一緒に遊びましょう。はい、ありがとうございます。皆さんも道端に落ちている変なものは絶対口にしないように。あ、私はそんなことしてませんからね。それではバイバイチーン。え、今日カラオケに？もちろんいいよ。学年が上がり新しいクラスになったことで親しい友人もできた。健康状態にも問題なし。本当に幸せな毎日だ。それじゃあ行こうか。え、どうした？なんでもない。きっと見間違いだよ。